夏の高校野球独自大会が今日開幕しました。原則無観客での開催となった今大会、試合前選手たちは検温と消毒をして球場入りし、スタンドの保護者たちも席の間隔を空けて座るなど対策を徹底していました。富山球場の第一試合、佐渡対佐渡総合の一戦、先制を許し1点を追いかける佐渡は6回、チャンスで7番大地。3年生の一打で逆転に成功した佐渡、そのまま逃げ切り、島内同士の初戦を制しました。勝って気を緩めることなく、次の試合も全力で頑張りたいと思います。明日は4会場で8試合が行われます。